ご参加の皆さん、こんばんは。ただいまより止めよう戦争法案 6.18 国会前木曜連続行動の第5回目を行います。それでは早速、まずコールからお願いしようと思います。長尾さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。委員会館の中はコールが大変よく聞こえるそうです。思いを込めて、願いを込めてコールを上げていきましょう。最初のコールなのでロングコールからいきたいと思います。戦争させない、救助を守れ、ピースコール。戦争法案反対。戦争法案反対。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案成立を阻止するぞ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 。国際戦争支援法反対。国際戦争支援法反対。戦争法制整備法反対。戦争法制整備法反対。戦争法制整備法反対。国会開始延長はやめろ。戦争する国にはさせないぞ。みんなの力で阻止しよう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 。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案今すぐ反対。戦争法案今すぐ廃案。戦争法案今すぐ廃案。国際戦争支援法反対。国際戦争支援法反対。戦争法制整備法反対。戦争法反対。戦争する国絶対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 反対。戦争反対。戦争反対。救助を守れ。救助を守れ。戦争反対。戦争反対。戦争できる法律いらない。戦争できる法律いらない。憲法破壊絶対反対。憲法破壊絶対反対。戦争できる法律いらない。戦争できる法律いらない。憲法破壊絶対反対。憲法破壊絶対反対。会期延長反対。国会会期延長反対。国会会期延長反対。安倍政権の暴走止めよう。安倍政権の暴走止めよう。みんなの力で暴走止めよう。みんなの力で暴走止めよう。安倍政権の暴走止めよう。みんなの力で暴走止めよう。みんなの力で暴走止めよう。戦争法案絶対反対。戦争法案
案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。ありがとうございました。ありがとうございました。反対から解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さん、よろしくお願いします。ワスマリの皆さん、こんばんは。第5回目の木曜行動、ワスマリご苦労様です。私たちは先週大きな2万5000人の力で国会を包囲する行動をやりました。そして15日からは連日朝から晩までこの国会の前に多くの市民や労働者が座り込んでいます。大きな行動を次から次に、私たちは今この戦争法案を絶対早いにしたいという決意を持って行動を展開しています。皆さん、今私たちは本当に歴史的に重要な時期に差し掛かっています。これは安倍内閣の手によって戦後という私たちの言葉が投げ捨てられようとしている。これから私たちは戦後71年、戦後72年という言葉を語ることが果たしてできるのかどうかという大変な瀬戸際にいると思います。この戦後70年経って、私たちの国が海外で軍隊の力で人を殺し、あるいは海外で戦争で人に殺される、そういう国になるのかどうか、憲法9条がこの間支えてきた私たちの社会の平和を今壊されるかどうかという瀬戸際にあります。私たちはこのことに重大な思いを持って、この何日も結集していると思います。今日はとりわけ多くの皆さんがこの木曜行動に参加をしています。参加するごとにどんどん参加者が多くなってきています。私たちは今日の集会を大きく成功させて、そしてさらに安倍内閣に対する反撃の運動を強めたいと思います。瀬戸内寂聴さんがおいでですので、どうか皆さんお迎えください。それでは作家の瀬戸内寂聴さん、今日のためにわざわざ京都からお越しくださいました。瀬戸内寂聴さん、ありがとうございます。それではご発言よろしくお願いします。瀬戸内寂聴です。私は今年満93歳になりました。おそらく今日たくさんの方が集まっていらっしゃいますけれども、私より年上の方はいらっしゃらないんじゃないかと思います。私は去年1年上京いたしまして、ずっとほとんど寝たきりでした。そしてそれが完全に治ったわけではありませんけれども、いろいろ寝てまして考えましたけれども、最近のこの状態は寝ていられないほど私の心を痛めました。それで、どうせ病気で死ぬか、あるいはここへ来て怪我をして死ぬか分かりませんけれども、どうせ死ぬならばこちらへ来て、一言でも皆さんにご挨拶をして、このままではダメだよ、日本は本当に怖いことになっているぞということを申し上げて死にたいと思いました。で、今度来ましたのは、私はどこにも属しておりません。誰にも話しておりません。ただ自分一人でやってきました。ですから、もしも私が怪我をしたり、あるいは何かの病気で死んだりいたしましても、それはあくまで、自己責任でございます。そういう気持ちで来ました。だから怖いものなしです。だから何でも言っていいと思って参りました。私は1922年、大正11年の生まれでしたら、もう戦争の真っ只中に、青春を過ごしました。それで前の戦争がいかにもうひどくって、大変かということを身に染みて、感じております。で、私は戦争中は北京に暮らしましたから、終戦は北京で迎えました。いかにその時に日本人が北京で威張ってたかということも見ております。
ですから、負けたと言ったときはもう殺されると思いました。しかし怖くて、フォアボールの棒を開いています。向かいのフォートン、フォートンというのは路地ですね。フォートンの壁にたくさんその太い赤いって練炭がベタベタ貼ってありまして、その書いてある言葉は、悪に迎える密徳をもって死という中国言葉でした。その時に私は、こういう国と戦争して負けるのが当然だと思いました。そして帰るまで中国人からはひどい目に遭ったことはありません。しかし日本は本当に中国でひどいことをしておりました。そういうことを全国しておりますので、引き上げの苦労もものでも思いませんでした。それで帰ってきたら、ふるさとの焼け野原でした。そこから考えたことは、私はそれまでの教育で、この戦争は天皇陛下のため、あるいは日本の将来のため、あるいは東洋平和のためというふうに教えられておりましたが、戦争に、いい戦争というのは絶対ありません。戦争は全て人殺しです。殺さなければ殺されます。こんなことは人間の一番悪いことです。ですから、そういうことを二度と起こしちゃならない。しかし最近の日本の情勢を見ておりますと、なんだか怖い戦争にどんどん近づいているような気がいたします。ですから、せめて死ぬ前に、ここへ来て皆さんに、そういう気持ちを訴えたいと思ってまいりました。だから、どうか皆さんは、ここへ集まった方は私と同じような気持ちだと思いますけど、その気持ちを他の人たちにも伝えてですね、特に若い人たちに伝えてですね、若い人の将来が幸せになるような方向に進んでほしいと思います。もう時間がこれくらいです。これ以上話しましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。続きまして、戦争させない県民会の内田雅俊さん、よろしくお願いします。すいません、通路の確保をお願いします。申し訳ございません、その前に通路の確保をお願いします。どうかメインステージの方、通路の確保をお願いします。メディアの方、ご協力お願いします。通路の確保をお願いします。通路作ってください。皆さん、この前通路が確保される限り、このまま集会続行できません。この通路を必ず確保してください。スタッフの皆さん、自然としてここは通路を確保してください。どうかそうしない限り集会続行できません。私たちはここをずっと長い間こうしたここ近所通行を確保することでこの集会を維持してきました。今日の集会でこの長い歴史を終わらせるわけにいきません。必ず通路を確保してください。どうぞ通ってください。通ってください。田中さん、田中さん、はい、田中さん、はい、通路の確保をお願いします。それでは、お待たせいたしました。戦争させない県民会から内田雅俊さん、よろしくお願いします。戦争をさせない県民会の内田です。瀬戸内さん、どうもありがとうございました。安倍政権の言葉の乱用、そして言葉のつまみ食い、そういったことについてはほとんど呆れております。安倍政権は何かといえば、国民の生命及び自由、幸福通勤に対する権利といいます。
しかし安倍晋三が2006年に書いた美しい国という中ではこういうことを言っております。自分の命は確かに大切である。しかし時にはそれを投げ打ってでも守らなければならない価値があるということを考えたことがあるだろうか。こういうことを言っております。政治家がこういう言葉を吐く、そういう世の中にしてはいけない。歴代の自民党政権の中で例えば中曽根首相にしても誰もこういう言葉は吐かなかった。憲法13条これは資産三落から生まれてきた。憲法13条を実現するために軍事力があるわけじゃない。軍隊によって悲惨な生活を強いられた70年前の社会なので、そういう反省のもとに個人の尊重と生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り一方その他国政の上で最大の尊重をするというこういう条項が生まれたわけです。亡き城山三郎さんが戦争で得たのは憲法だけだったというのは口癖だそうです。今の瀬戸内さんの話もそうだと思います。戦争の悲惨さから13条が生まれた。13条によって戦争を始めるのではない。13条によって戦争を始めれば国民の権利が守らない、こういうことを思うわけです。砂川判決について政府が言えば言うほど窮地に陥ります。砂川判決は1972年の10月に成立、今砂川判決がなくて72年の政府見解を今言っております。これは72年の10月の初めです。72年の9月2日に日中共同声明が発せられました。日中共同声明によって日本は軍事力でなくてアジアの一員として、そしてアジアと共同国家を作ろう、そういうことを出したわけです。日中共同声明は両国間の両国国民は両国間に存在しているその不正常な状態に終止を打つことを絶望している、こういうふうに言っております。両国間の国交を正常化し相互に善隣友好関係を発展させることは両国国民の利益に合致するところであり、またアジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものだと、こういうふうに言っております。こういう流れの中で出てきた72年の政府見解は集団的自衛権なんということを言っているはずがない。集団的自衛権と交渉を容認して軍備を増強し外政軍としての自衛隊を拡大し、それは中国の軍拡派を喜ばすだけであります。私たちは今72年の政府見解をしっかりと正確に捉え、同時にその同じ時期に出された日中共同声明の精神に基づいて日本が中国の民衆と共に一緒になって、そしてアジアの平和を作っていく、そして今の中国の軍拡派に対する戦いをする、こういうことをしなくてはいけないと思います。私たちのこの集団的自衛権行使の容認に反対する戦いは憲法擁護とあと同時にアジアにおける共同体、そういうことを創設する戦いである、こういうことを理解しながら皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、戦争する国づくりストップ憲法を守り生かす共同センターの小田川義和さん、よろしくお願いします。お集まりの皆さん大変ご苦労様です。ご紹介いただきました憲法共同センターの小田川と申します。15日から毎日連日この場所で座り込みをしておりますけれども、そして多くの方参加いただいております。5回目を迎えますこの木曜日の行動も回を追うごとに参加いただく皆さん増えている。そして今日は先ほどの瀬戸内寂聴さんにお越しいただく、まさに運動と声が広がっている実感をしているところであります。この力が今国会の中の論戦で政府を推している、このように確信をしたいと思います。昨日の党首討論、ここの中でも安倍首相は戦争法案が憲法やこれまでの政府の見解と整合していない、整合しているとなぜ言えるのか一切答えていないように思います。言っていること、私なりに理解をすれば
政府が集団的自衛権を行使をするという存立危機事態、これを判断をするのだから国会も国民も文句を言うのではない、まあ、こういうふうに言っているように聞こえてしょうがありません。今日の予算委員会では国際情勢に目をつぶり従来の解釈に固執するのは政治家としての責任の放棄、こういうふうに安倍首相は言ったと言われています。国際情勢とは何かよく分かりませんけれども、国際情勢の変化の中でも憲法に沿った政治を行うこと、これが政府の役割であり首相の責務ではないのでしょうか。100歩譲ってその提案政府がするとしても、それは憲法9条の見直し、国民が同意するかどうかの意見を聞くべきです。判断をすべきは私たち国民だ、このことをもっと強く主張しなければいけないと思います。安倍首相の論理は憲法違反だと誰が言おうとも戦争する国に強引に変えていく、これが自らの使命だ、こういう民主主義や立憲主義と相入れない立場に凝り固まっているように思います。安倍首相のが首相の座にいること自体違憲状態だ、私はこういうふうに言いたいと思います。皆さん、会期末まで1週間を切って一部の野党からは戦争法案修正の形で違憲の法律の成立に手を貸す動き少し出始めているように思います。違憲の法律の成立に手を貸すこと、それ自体国会の自殺行為ではないでしょうか。国会は延長せずに24日で閉会をし、違憲の法律戦争法案を廃案に強く要求をし、国会周辺でそして全国でこの週末皆さん力を合わせて頑張りましょう。以上申し上げて私のスタートします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして国会議員の皆さんからご発言をいただきたいと思います。到着した順番でご紹介させていただきます。生活の党の玉木デニーさん、よろしくお願いします。ご参集の皆さん、こんばんは。生活の党と山本太郎と仲間たちの沖縄県第3区選出の衆議院議員、玉木デニーと申します。辺野古では毎日ゲートの前で、そして辺野古の大浦湾の海の上で権力と立ち向かっている方々がいます。昨年の1年間、一昨年の暮れに公約をひっくり返した中井さんのその承認によって強権的に埋め立て工事を進めるために、安倍政権は去年1年間ことごとく沖縄 県民が民意で示した選挙の結果、中井さん本人が出馬した11月の県知事選挙でも絶対に埋め立てさせないという尾長県知事を誕生させた沖縄の民意さえも踏みにじって工事を進めようとしています。いいですか皆さん、この法案が通ったら絶対戦争に参加するようになります。安倍さんは嘘つきなんです。嘘つきの総理だから、その総理が大丈夫だということを絶対に国民に信じてはいけないよということを声を上げて大きく大きく広げていこうではありませんか。沖縄でも頑張ります。全国の皆さんと共に絶対に子どもたちの未来に戦争の不安というその道のりを与えないために一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして民主党の辻元清美さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。今週もお疲れ様です。今私は安保法制の特別委員会のメンバーとして、明日も朝9時からトップバッターの質疑者として質疑をいたします。今あの質疑の場に立つのは命がけです。全身全霊をかけて私たちは国会の中で戦います。そして来週会期末廃案に向けて力を合わせてやっていきたいと思ってます。どうぞ皆さん頑張りましょう。今特別委員会の中は45人委員会、その中で野党、廃案、
これは憲法違反で認められないと言っているのは民主党の7名と共産党の2名、45人国会の委員会に9名しかおりません。しかし私たちがなんとかあの場で踏ん張って頑張っていけるのも多くの皆さんがおかしいじゃないか、廃案にしろという声が広がっているので、その思いを受け止めて私たちは国会の中で戦えるんです。どうぞ皆さん、今国会の議席と国民はねじれが起こっていると思います。国会の中で多数を持っている与党と国民の多数は違います。大きなねじれです。このねじれを皆さんと力を合わせてしっかり正してまいりたいと思います。最後になりますが、安倍さんは昨日党首討論でどんな時に武力行使ができるのかという質問に対して、そんなことは答えられない、そんなことを言ったら各国から狙われる、そんなことを言う世界のリーダーはいないと言ったの、皆さんご存知ですか。これは俺に全て白紙委任状を渡せと言ってる、それに等しいわけです。安倍晋三総理大臣というあのような総理大臣を出さないために日本国憲法があるんじゃないですか。皆さん、私たちは本当に体が震えるぐらい怒りながらバッターで立っています。どうぞ皆さん共に頑張って廃案に追い込んでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして日本共産党衆議院議員塩川哲也さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今国会では皆さんの声が確実に届いているんではないでしょうか。憲法の問題についても、集団的自衛権の行使、後方支援の問題、その危険な姿が一層浮き彫りとなってきたのではないでしょうか。そんなことをことするために持ち出した古昌門の砂川判決、かえって墓穴を掘ったのが政府与党だったのではないでしょうか。ここに皆さんの力が示されています。こんな法案を通せば自衛隊が殺し殺される自衛隊となる、海外で米軍が行う戦争にいつでもどこでも加担できるような米軍支援国家体制を進めるだけではありませんか。こんなことがまかり通っていることが、皆さん首都にある米軍の横田基地にあの危険な CV-22 オスプレイの配備、一言も断らない今の政府の姿勢が一層浮き彫りとなる、国民の声が全く通らないということが示されているではありませんか。こんな戦争法案をきっぱりと廃案に追い込んでいく時であります。今政府与党の中からは大幅な会期延長などと言ってる、とんでもありません。しかしこの大幅な会期延長を言わざるを得ないところに、国民の皆さんの批判の声が広げに広がっていることを示しているのではないでしょうか。皆さんは決して諦めることはありませんよね。皆さん一人一人の訴えに多くの皆さんの声傾けていただけている時ではないでしょうか。この取り組み広げに広げることで、会期は来週の水曜日まで、きっぱりと会期を閉じて廃案に追い込んでいこうではございませんか。ご一緒に頑張りましょう。続きまして社会民主党副党首、自民党の福島みどんさん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。全国各地から国会に来られた皆さん、お一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党参議院議員福島みずほです。皆さん、安倍内閣は戦後最悪の内閣です。なぜか今まで自民党政権は集団的自衛権の行使は違憲だと言ってきました。70年経って初めて合憲という内閣が安倍内閣です。
私福島みずほ何度も何度も安倍総理とやり合ってきました。総理、あなたの上に憲法があるのであって、あなたの下に憲法があるんじゃない。憲法を守れ。安倍総理、いかがでしょうか。憲法99条は憲法尊重擁護義務を総理に課しています。戦争をしない、集団的自衛権の行使は認めない、それこそ総理大臣が守るべきことではないでしょうか。皆さん、憲法を守らない総理大臣に一刻も早く退陣してもらおうではありませんか。皆さん、安倍総理は先ほど嘘つきだという話がありました。その通り、戦争は嘘と捏造から始まります。そしてこの戦争法案も、なんで平和なんていう言葉が使えるんでしょうか。集団的自衛権の行使も、後方支援も、駆けつけ警護も、どれも戦闘行為をまさに結びつくものではないでしょうか。この国会における議論の混乱が、集団的自衛権の行使、まさに他国で他国防衛を理由に米軍、他国籍軍と戦争する、そのことを隠して国民の命と暮らしを守る、そんなことを言う総理のデマによって問題がはっきりしないと思いますが、皆さんどうでしょうか。だから私たちは戦争法案許さない、戦争は許さない、戦争する法案何としても廃案にする、その声を大きく大きく広げていこうではありませんか。皆さん、24日は会期末です。そして皆さんに申し上げたい、安倍内閣を一人でも多くの人が支持しない、そう決めれば、あっという間にこの内閣は転がっていきます。主権者がこの内閣を許さない、そう考えれば、この内閣はあっという間に退陣せざるを得ないんです。皆さんの声は議員会館の中にまで大きく大きく聞こえています。国民がこの安倍内閣を許さない、戦争法案を廃案にしていく、そのために全力を挙げて戦う、その決意とともに、国民の皆さん、違憲の戦争法案は廃案しかありません。その声を大きく広げて必ず廃案にしていきましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それではもう一度コールを上げていきましょう。よろしくお願いします。それではご準備ください。戦争させない、9条を壊すな、ピースコール。戦争法案絶対反対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 。戦争する国絶対反対。戦争する国絶対反対。戦争する国絶対反対。
期延長反対。安倍政権の暴走止めよう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 。みんなの力で暴走止めよう。みんなの力で暴走止めよう。皆さん、今回のこの国会審議を通じて、この法案の欠陥法案ということが明らかになってきたんじゃないでしょうか。何よりも最もその欠陥のポイントはですね、憲法に違反しているということだと思います。憲法9条は武力の行使を認めない、戦力を保持しない、公選権は認めない、徹底した公共平和主義を定めているわけです。で、この9条の趣旨に鑑みると、
我が国に対する武力攻撃があった場合に限って武力攻撃があった場合に限って自衛権が行使される。これがこれまでの政府の見解でありました。でこれは憲法9条の趣旨に照らして定められた一つのルールだったわけです。でこれは憲法上のルールですから、国の世界の安全保障環境がどう変わろうとですね、このルールを変えることはできないはずです。しかし今の安倍政権は今の安全保障環境が変わったからということでこのルールを変えようとしている。憲法のルールをですね、時の政権が勝手に変えることができると、こういうことを認めていいでしょうか。これこそ立憲主義、憲法に基づく政治というものを破壊する行為ではないでしょうか。我々弁護士会はですね、この立憲主義を守るというこの点でですね、全国の弁護士が一致してですね、この今の安全保障法案に対してですね、反対の意見を述べているわけです。今日皆さんにご報告したいのはですね、実は今日全国の弁護士会の代表者が集まって日弁連で理事会というのが開かれました。そこで我々弁護士会はですね、安全保障法案の成立に反対する意見書というのをですね、今日採択をしました。でこれをもってですね、実は明日の午前中9時から全国の弁護士会、今日全国からですね、弁護士の代表者が集まってますが、これがですね、この方たちが9時からですね、国会議員周りを行います。で今日成立したこの意見書を持ってですね、国会議員を回ってそれで安全保障法案のですね、この成立阻止に向けてですね、一人一人の国会議員を説得していきたいというふうに思っております。我々の正義はやはり我々のところにあるということを確信を持ってですね、これからも戦いを続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして評論家の佐坂誠さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。一言だけ申し上げたい。この戦争法案を提出しているのは自民党だけではありません。公明党という存在があるわけです。公明党は平和の党なんて言ってるけども、全く戦争の党ではありませんか。公明党は平和の党という虚偽表示をやめろ。与党、野党、与党というのがある。公明党は与党のになっているわけだけれども、平和を貫いて野党になる勇気はないのか。公明党はまさに戦争の党であるということ、それを自民党以上に公明党の罪は深いということを私たちは確認したいと思います。ありがとうございました。民主党の国会議員の近藤昭一さん、相原久美子さん、上本美恵子さんがお越しになっております。ありがとうございます。それでは続きまして、行動提起の方をお願いしたいと思います。山本さんお願いします。すいません、戦争させない選任委員会から、行動提起をさせていただきたいと思います。お手元にですね、当該行動通信で、第6号まで来ました。今日の内容は大変盛りだくさんになってまして、14日に国会法医2万5000人、そして、今座り込み行動やってますということと、それから先週のこの木曜日の行動のですね、案内も、紹介の記事も載せていただきました。皆さん、この1週間、先週からものすごいですね、取り組みというか大変な行動を提起し、それに皆さんが大変予想以上に答えていただ
ていることに本当に感謝を申し上げたいと思います。私たちのこの一つ一つの行動が国会の中にいる人たちには聞こえているそうです。で、これをですね、大変励ましの声と聞く人もいれば、心がねじ曲がっている人はあうるさいなと思うかもしれませんが、その声が日増しに大きく大きくなれば、皆さん、その国会内でのさばっている人たちはガクガクブルブル、私たちはこの声をどんどん広げて、そして全国の人々と一緒になって声を上げて、この国会を震え上がらせてですね、この戦争法案なんか、ふざけた法案なんか絶対許さない、国会延長なんかさせてですね、無理やり通すなんていうですね、不当なことは絶対させない、そういう決意を皆さん確認し合いましょう。そして、私たちは明日もここで座り込みやります。朝10時から夜17時までやりますので、ぜひ時間は限られた時間でも結構です。ぜひこちらに来て共に声を上げましょう。そして皆さん、今週のですね、今週20日にも女性たちの抗議行動があります。これも大成功させたいと思います。で、さらにですね、その後月曜日からも座り込み続きます。で、24日水曜日も座り込みありますが、この日夜が一つの大きな戦いにしたいと思います。2万5000人集まりましたが、これをさらにさらに広げれば絶対に私たちは勝てる。戦争法案は止まる。そして安倍政権にもご退陣を願う。こういうことで6月24日これまで以上の参加を皆さん身の回り、お友達、ご家族呼びかけて街頭でも呼びかけましょう。大きな大きなうねりをここに作りましょう。24日皆さんとまたお会いできることを私は大変楽しみにしています。よろしくお願いします。戦争させない、中条壊すな、総合会行動実行委員会は皆さんと共に、全国の皆さんと共にこの戦争法案完全に廃案にするまで戦いできます。頑張り合いましょう。ありがとうございました。それでは最後にコールを行います。皆さん大きな声で一緒に行動を上げていきましょう。それでは最後のコールを行っていきます。私たちの本当に愛する人の顔を思い浮かべて、この人たちの命を守るために、そして私たちの将来の子孫の命とこの国の平和を守る願いを込めてコールを上げていきましょう。戦争信号反対。
2000人以上でした。ありがとうございます。先週は1500人、そして今週は2000人、日増しに参加者が仲間が増えてきています。この調子でどんどん仲間を増やし、安倍政権を包囲し、大臣を目指していきましょう。また明日10時から6時まで座り込みがあります。そこにもぜひぜひお